そのコミュニケーションが上手になればなるほど、なんか気持ちよくなるんだろうなって、すごい。それが上手な人がセックス上手なのかなとかって思うんですよね。あ、そうですね。あ、でもすごい目から鱗かも。ステージ1で示すのが一番いい順序になるね、確かにそれやってほしいな、女性にも。あひるちゃんたち、今回はさあやさんに来てもらったよ。お願いします。すごい、お願いします。風呂場です。お願いします。なんかさやさん、お風呂場のこと知ってくださって。そうです、もう1回目から見てますから。うそ、嬉しい。お風呂場ができた瞬間に歓喜でしたから、めちゃくちゃ。いや、実はこの生配信をしている中で、はい、結構アヒルちゃんから、はい、なんかさやさんのラジオで聞いてきました、はいはい、あ、嘘。方もそういらっしゃって、嬉しい。すごい宣伝活動をしたからと思って。とりあえずそのティーンのリスナーとかにはもう早く見ろって言ってます。そうだったんですね。ずっと見てました、はい、嬉しいです、めちゃくちゃ。いや、こちらこそありがとうございます。だからもうほぼ2回目に共演した時ぐらいに私が、はい、あのお風呂場に出てくださいって言って、めっちゃ嬉しかったです。くどいたんですよね、はい、嬉しいです、来ていただけて。こちらこそ。性教育にその興味がある理由って何なんですか？シェリーのお風呂場。興味があるっていうか、うん、なんかラジオやっててなんかお便りが来た時に、え、なんかマジで遅れてないみたいなこと言ったら、はいはい、相方が、え、なんかそう、性教育の遅れ指摘おばさんみたいだねって言われたんですよ、はあ、で言われて、あ、これってなんかそういう新しい見られ方するもんなんだって、そのまず逆転した、ね、最初。そうか、当たり前に思ってたことを言ったら、それがなんかキャラみたいになっちゃうんだ。なっちゃって、でもそっからどんどんそういう仕事が来るようになって、生理用品のこととか、うん、あとはなんかその、まあ、ジェンダーのこととか、いろいろそういうのが来て、で、まあ、この間 NHK さんで、あのコンドームのマスコットキャラクターと番組やらせてもらったりとか、へだからどんどんその発展してて、あ、意外と言ってないんだな、みんなっていう。へ、ギャップでした。だからそうなんですよね、はい、だからじゃあ別に何とも思わずに普通に当たり前に持ってた知識を話したら、はい、うん、すごいみたいになった。そう、そんなの言うんですねみたいな感じで、へえ、こっちがマイノリティというか、うん、なんだってびっくりしました。そうですよね、はい、え、じゃあその性教育の一番スタートから聞いてもいいですか、うん、はい、なんか学生時代とかに受けた性教育とか、うん、はいはい、どうでした、学校の時は。私中学高校女子校なんですけど。あ、そうなんですね、はい、でなんか結構進んでたと思うんですよ、うんうん、その教育システムが。へえ。保健体育の授業で、うん、おばちゃん先生が普通にそのコンドームを回したんですよ、うん、すごい、実物を。でなんか木の棒みたいなやつ一緒にセットで渡してきて、つけてみみたいな。あ、海外みたい。そう、やられて、うわーみたいな。初めて見るから。そうですよね。何これみたいなんで、うん、ピリピリめくってみんなで見るみたいな。うんうん、はーみたいなやったりとか、うん、あとはなんか、それこそ HIV とかの話になった時に、例えば同性愛者の人は、お尻を使ったりするから、そこで傷がついて入っちゃうこともあって、とか結構踏み込んで教えてくれたんですよ。うん、で、あ、なるほどなーみたいな。うん、で逆に私家庭では親がもうちゃんとそういうなんていうんですか、タブー世代というか、はいはい、性教育、そうですよね、タブー世代だったんで、家ではそんなに生理とかお母さんがちゃんと教えてくれたんですけど、うん、そのセックスとかは全然もう家では言わない、うん、そうですよね、感じで、でも中高でしっかりそこで教われたんで、そっからですね、ちゃんと外に出すよって言われても、その性液以外の最初の液で妊娠する可能性あるからなとかっておばちゃん先生が、はっきり言ってくれて、そうだから教科書に載ってないんですよ、そこは。そう、まず妊娠、受精卵の話してる時も、なんで受精卵になるのかをなんで教われないんだろうみたいなのはずっとありました。そうなんですよね、だからめしべおしべみたいな理解しかみんなしてないから。そうなんですよ、そうなんですよね。でよく考えたら、一番最初小学校の時だったかもしれないですね、うん、なんか男子女子別の、そうそう、生理ね、そう、生理の授業なんか、そうそう、女子は保健室に集められて、そうで、男子ドッジボールみたいな、めっちゃ楽しそう。あ、サッカーでした。あ、サッカーでした。なんで球技やらすんですか。生理の授業と対等みたいに球技やらしますよね、うん、そう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 。これは一応今は一緒に教わるみたいです、はい、あ、そうなんだ、まあ、学校に売るみたいなんですけど、一応一緒に男の子も教わるってことになってるけど、うん、でも絶対知ってた方がいいですよね。絶対知ってた方がいいと思います、うん、だって結局その授業終わった後に何してたん、確かめみたいな、あるじゃないですか。やりますね。
え、何聞いてたのみたいな、うん、で先生もなんかあんまり言うなよみたいな圧があったから、ね、あったあ、言っちゃいけないんだみたいな感じでしたね、うん、じゃあ小学校の時はやっぱりそういう教育だったけど、中学からはすごいいい先生に恵まれて、恵まれました、オープンな性教育を受けることができた、うん、できましたね、うんうん、し大学入ってからあの上智大学だったんですけど、うん、結構そのやっぱグローバルな学校だったんで、うん、そうだ、そもそも授業もダイバーシティ前提の授業とかがあって、私も自分で取った授業でその性の授業があったんですけど、うんうん、なんかそもそも性って一括りにしてるけどどういうあのカテゴライズできると思うみたいなところからみんなで話し合って、うん、性別だけじゃないんだぜみたいなところとか、うんうん、セクシャリティとか性の思考とか、うん、もう全部包括して性なんだよみたいな話を、はいはい、授業でしてたんですよ。でなんかそういうダイバーシティそれからジェンダーとか、うん、全部その1年からずっとそういうの学んで、で社会に出た時にみんな全然知らないっていうギャップ、で特にテレビに出させてもらえるようになってからは企画とかでえこんなんやっていいのみたいなのが多かったんですよ。平気で台本にオカマとか、あったりとか、え、だってテレビに出るようになったの何年前ぐらいですか、うん、でも2年前なんですけどまだありました、ね、嘘、そういうのがあったりとか、それはすごいす、ね、女性だから恋愛の話してくださいとかもありました、ね私、うん、結婚しましたって発表した瞬間の、はい、次に出た番組の台本で、うん、主婦目線でってすぐそうなりますよね、持ち合わせてませんけどって昨日と同じ私なのに急に求められることが違うと思って、でも男ないじゃないですか、ないですよ、男性タレントが子供でできた瞬間に父親目線でって、ないじゃないですか、私も妊娠を発表した瞬間にママ目線で一言って入ってて、うん、違うんだってまだ生まれてないからまだママ目線ないんだってみたいな、それはすごいありますよね、なんかすごくこうなんて言うんだろうな、ジェンダーの決めつけ、決めつけもあるそうし、なんかすぐカテゴライズしますよね、うん、ママだからこう言うべき、あとなんかお母さん像がすごい、すごいですよね、これ固まってますよね、うん、言って言ってすごい感じちゃうんですよ、なんか私だからそれこそさやさんは、うん、そのやっぱバラエティ界の中でも、うん、芸人さんとして出られてるから余計もしかしてそういうのを押し付けられがちなのかなって思って、うん、その辺は個人的にすごい興味あるんですけどそうですね、でも多分テレビって本当一番最後に変わる場所だと思うんですけど、そうなのかな、なんかそうであってほしくないなって思うんです、うん、私はでメディアの中で結構一番最後に SDGs やりだしてとかしたじゃないですか、確かに確実に流行ってることを確認してから踏み込みますよね、そうなんですよ、はいネットで、はいはいはい、はい雑誌行った、はいラジオも行ったそうそうそう、オッケーオッケー安全ね、よしテレビ番組作ろうで、ドーンみたいな、そうですね、なんか多いんで、なんか例えば看護師っていうワードが昔は看護婦だったけど確かに看護師になったりとか、はいはい、カメラマンもなんかフォトグラファーとかいろいろこう、うん、性的なその差別なくしましょうっていう流れがテレビにもあったはずなのに、うんうん、芸人だけはやっぱ固くなに女芸人って言うんですよ、そうあれ本当にそうですよね、私それすごい差別だなとして思ってるんですけど、差別ですよ、ですけど、うん、だからあの女芸人の会とか、うん、女芸人だけの大喜利とか、はい、女芸人企画ですって来たやつは全部こと素晴らしい、なんか普通芸人なんで、うん、色物みたいに、うん、勝手にしてるのはそうです、ね、目線として間違ってる、芸人の中の特別な存在である女芸人っていうことですよね、はい、で女芸人で、恋愛のトークしてくださいとか、はい、なんか、はい、あすごい偏ってるなって思うのは、うん、残念なんで、私は普通に男も女もいる芸人のカテゴリーの中で戦いたいんで、うん、なんかその女だけの大会とかもそうですけど、うん、男の大会があるならいいんですけど、うん、そのスポーツみたいに、うんうん、男子の 100m 走、うん、女子のとか、うんうん、確実にその体格差があって分けられてるものとかは分かるんですけど、う
同じ土俵で戦えるものなのに1個なんか分けるってどういうことなんだろうなっていう。なるほどね。謎がすごい。これはね、私1個思うのは、うん、そのやっぱり世の中の人のイメージ、例えば、まあ、ちょっと言ってることは違うかもしれないけど、まあ、もしかしたらそのクォーター制みたいなところにもし被ってくるとして、その例えば政治家の人が同じ土俵で戦ってるのに女性が少ないとか、うん、はいはいはい、CEO とかそういう言ったら管轄管理みたいなところに女性が少ないのは、うん、同じ土俵なのにって言うけど、うん、同じ土俵じゃなくないっていうはすごい思うんですよ。その例えば女性っていうことで、女であって主婦であって母であって政治家とか、うんうん、なんかその家庭のことが全部できて初めて政治家としての仕事が認められるみたいな風潮ってすごくあるなと思って、はいはい、綺麗すぎる美人すぎるなんとか政治家とか、はいはい、なんかヒラリー・クリントンは今回はなんかブルーのブレザーを着てますみたいな、うんうん、どうでもよくないっていう、うん、それって日本に限らず世界中そうなんですよ。やっぱり女性が、うん、何か責任のある仕事を持つとそこ以外にフォーカスされがちみたいな、うん、ってなった時に芸人さんもやっぱり 女芸人って言われるだけあって面白さっていうところにちゃんと着目されてるのかなって私は思うんですよ。性格が良くて綺麗でとか、うん、例えばあの自虐をちゃんとするとか、はいはい、女捨ててるとか、なんか一個みんなが、うん、安心するものがあって初めて笑えるのかもしれないって思った時に、果たしてそれって同じ土俵なのかなって思うんですよ。あ、そもそもがですよね。男として芸人でデビューしてる人たちって、うん、その人が面白いかどうかっていう指標で素直に見れるけど、そうなんですよ。女として舞台に立ってる人は、女でここにいるってなんでっていうのが一個あるから、この人の面白は何の面白だろうみたいな。だからカテゴライズされるか、自虐系の女芸人なのか、うん、綺麗なのに面白いなのか、なんかこう、結構色目ですよね、だから。って思った時に、うん、同じ土俵じゃない気がしちゃうんですよね。だから女性だけで戦う大会があってもいいのかなって思う。いや、なんかそもそもその見方自体が変だなと思ってるので、なんか女性はこれクリアしてなきゃとか、あ、そう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 。だから見てる側にそれがあるからこそ、それがなくなるまでは女性の中でのトップを決めて、女性だけの戦いがなくなるがもちろん一番いいことですよ、うん、けど今の世の中の我々の民度でいうと、そこに到達してないからこそ、そこに行くまでに、なんか例えばなんかちょっと話広がっちゃうんですけど、うん、今ようやく SDGs とかで LGBTQ とか、うん、あの性の多様性みたいなのが理解されるけど、やっぱり10年前20年前ってお姉タレントとか、うん、言われてましたね。あったじゃないですか、はい、でもあれがあったからこそ今ようやくここに来てるとは思うんですよ。お姉の皆さんがめちゃめちゃ色物で頑張ってくださったからこそ、世の中にこういう人がいるっていうこと、だってそれまではその人たちがテレビに出ることすらなかなか難しかったけど、バラエティに当たり前に出れるようになったのはあの方々がいたおかげです。何よっていうふうにやってくれたから、お姉って面白い、お姉って、まあ、間口は広がると思います。間口を作ってくれた。でもハーフタレントも、うん、ハーフタレントってみんな言ってくれていじってくれたから、うん、今でこそ私のことハーフタレントっていう人ってようやく減ってきたんですけど、うんうん、もう昔はめちゃめちゃハーフ枠とかハーフタレントとかって言われたんで、うんうん、なんか世の中的にそういう段階って必要なのかなって。あ、でもそれってすごい荒治療だし、なんかそもそもそういう環境じゃなくて、ちゃんとそういうのがあって当然だよねで育った側からすると、必要とは思わないかもしれないです。そうか、なんか、まあ、女性の大会は別に私はあっていいし、それに出る人がいていいんですけど、うんうんうん、私個人としてはなんかそのちょっとなんて言うんだろうな、差別的なニュアンスを感じ取れるから出ないって感じかもしれない。なるほどね。うんうん、でなんかそこの求められてるそのニーズに当てはまる人がいてもいいんですけど、うんうん、私はどっちかってそっちじゃないかなっていう気はしてますね、うんうん、まあなんかそういう時期があって今があるのもすごいわかりますし、うん、女芸人の先輩体張る方とか私すごいリスペクトしてるし、はいはい、ずっとちっちゃい時それ見て育ってるんで、うん、めちゃくちゃ好きなんですけど、あの男芸人も体張る人と話術の人がいるみたいに、女性もその何パターンもあっていい。確かに確かに。し、うん、なんかそのテレビ的に出やすいからそっちに行くっていうことはしない
かなっていう。ああもちろんもちろんね、うん、個人的にはね、はい、いやでもなんかそういうのがようやく議題に上がるようになったなって。そう多分テレビの人も炎上するから今急いでやってるだけで、うん、根本的に理解してる人って少ないので。そうれって言ったら炎上しないかなとかっていう。こんなこと言ったら炎上しちゃうかもしれないけどって言えばいいみたいな。そうなんですよ。今ってこれセクハラになっちゃうけどさ。そうそうそう。いや、そう思うんだったらね。そう思うんだったら言うな。そう。これセクハラかとか。そう。って思うんだったら言うな。言うな。とりあえず。分かってるってことだから。分かった上でやってるのはもうアウトだぞ。そう。それはすごい感じます。そうですね。うん、いや、恥ずかしいと思う。この仕事してるとめちゃめちゃ感じることありますよね。はい。だからなんかシェリーさんが昔言ってた、うん、その自分が違うと思った時にあの同意しない、その場で流されずに、うんうん、もう笑わないとか、あはいはいはい、なんか完全に否定するのはバラエティー上難しいから、ね、自分の意思表示はちゃんとするって話聞いて、わすごいなと思って、嬉しい、刺さったんですけどその話は。あれはどうですか、結構このあのお風呂場でもたびたび話題になる性的同意、はいはい、取り方とかよくゲストの方に聞いてるんですけど、うん、なんか上手な性的同意の取り方または、はい、自分が確認されてあら素敵って思った、うん、その確認の取り方、確認の方法か、いやユーモア大事だなと思ってて、はいはい、逆にがっつり言う人良かったというか、うんうんうん、ほなエッチしますかみたいな。いい、逆に良かったですね、その、うんうん、そうだねっていいよ。それぐらいクリアな人逆にいいなと思いました。いい、うん、いや本当そうですよね。潔い、その休憩とかのワード逃げず、うん、そうですね。じゃあしましょうかみたいな。はい、行きますか。行きますか。ぐらいのやつはなんか可愛げもあるし、そうそう、良かった気がします、ね。照れてるから余計こう大きな声で言うてますし。でも可愛さあるし、なんだろうなっていうのもあるけど、うんうん、それぐらいはっきり言った方が傷つかないよなとか思いましたね。うんうん、何言ってんのって言ったら終わるしね。そう、それで答えれるじゃないですか。そう、いやするかとか言えばいいし。そうそうそう。何みたいな、行っちゃおっかとかって言えば同意になるし、うんうん、まあだからこう難しいですよね。野暮だみたいなこともあるじゃないですか。ねー、ロマンチックじゃないみたいな。うんうんうん。いや断りづらいのが一番問題ですけどね、その女性側がね、うん、そうですね。そうだから結構よくあの性的同意の話をするときに言うのは、うん、誘う側は必ず相手にこう、うん、ノーが言えるチャンスを与えなきゃいけないっていう、うん、なるほど、選択肢。そうだからなんかこう大丈夫だよ何もしないよみたいなずるやり方しないで。あるよな。そうじゃなくて、はい、はっきり明確にこういうつもりで、うん、もし同じだったら嬉しいなみたいな、はいはい、でも違ったとしても今後も仲良く しようねっていうのが、言葉で全部言わないと分かんない人は言った方がいいと思うし、うんうんうん、言葉じゃなく上手に雰囲気とか表情とかで伝えられる人はそれでいいと思うし、うん、で相手の顔で、あこの人本当の同意じゃないなみたいな、はいはい、なんかあるじゃないですか。じゃあエッチするかって言われた時に、うん、何言ってんのっていうのと、うん、え、あ、いや何言ってんですかみたいなのと温度差が確かに組み取れる人、うん、嬉しそうに こうなんかこうごまかしてる人と、うんうん、本当に困ってる人の表情の違いが組み取れる人は、うん、言葉でいちいち確認しなくてもいいかもしれないけど、うんうんうん、でも断ってる人とかその困ってる人をよりプッシュしちゃうようなコミュニケーション能力の低い人は、うん、やっぱりいちいち確認しなきゃダメだよねって思う。野暮とか言ってるレベルじゃないよまだあなたはって思っちゃう。私ラランドのコントで、はい、男女の飲み会でポツポツ帰り始めて最後男女になった時に、うん、うち泊まってくって言って、あ泊まるって言って、その後ガツガツ性的同意取ってくっていうコントがあるんですよ。面白い。リスト取り出して、うん、じゃあこの後泊まりますよね、エッチしますよねみたいな、コンドームこういうのありますサイズ合ってますかみたいな。テーマパークのアトラクションの姉さんぐらいちゃんと一個ずつ確認取ってくってコントがあって、これマジで近い未来になるんじゃないかなと思うんですよ。これぐらいはっきりやんないと問題になったりとかするかもしれないし、逆にありだなとかってやってく中で思ってて、でもなんかツッコミとしては、いや予定調和かよみたいな言うんですけど、その予定調和かよって確かに危険だなって
思いながらやってました、その今度で。いやでも全然いいと思うんですよね、それは大事だよねみたいな話をしてて、うんうん、そうですね。でも私も一回学生の頃に何もしないからさ、うち来なよみたいなのがあって、うん、え、本当に何もしないみたいな。で、向こうは絶対しないみたいな、うんうん、本当に寝てくれていい、そのまま、うんうんうん、で、私本当に家が遠かったんで、じゃあいいかと思って泊まったら、うんうん、もうそういう感じにさせられそうな空気になった時に、うん、本当に裁判ぐらい揉めたことがあって、そのまま でもちゃんとね、それもこう言いました、揉められたっていう、うん、現地取ってるからこっちは、うん、何もしないって言いましたよねっていう。でも多分それできる人の方が少ないじゃないですか。少ないと思います、女の子って、うん、なんか空気壊してる感じで、そう、罪悪感とか多分、そう、でそれぐらい言っていいと思いましたね、あの時に、うん、でこれどっちもですよね。だからその言ったら誘う側ももちろん、うん、あの相手に断れる状況を作ってあげる、うん、で相手のノーを受け入れられる余裕を持ってなきゃいけない、うん、でノーとか困ってるとかっていう感情をしたらもうすぐ撤退しなきゃいけないっていうルールを絶対徹底しなきゃいけないし、うんうん、誘われた側もやっぱり断っていいし、うん、で逆にイエスも言っていいんだよってもっと思うんですよ。積極的な同意ってすごい大事で、はいはいはい、なんかじゃあエッチするかって言った時、いいよっていうのが確かに全然いいんだよ。その誘われた側がセックスしたいって言ってダメなことないから、うん、ないですよね。そう、それで泣いちゃうような人はその程度だったっていう、うんことだと思うし、多分その先したとしても、うん、大したセックスないよ、うん、って思うから、確かに本当にセックスが楽しめる人たちって、うん、絶対的にお互いに積極的な同意の上で、うんうん、何する、これする、これやってみる、これはちょっとおかしかったからやめようみたいな、うん、だってセックスってそうだよね。お互いのなんかこう、うん、これはあり、これはなしみたいな、ここ好き、これ嫌いみたいなのを確認できるかどうかでいいセックスになるか、ちょっと微妙なセックスになるか、うん、だからそもそもするかどうかの確認がうやむやっとしてたら、うん、その先楽しいセックスって絶対できないなと思っちゃうんですよね。本当にそうですね。洋画とか見てて、うん、家入った瞬間からドーンってなるあ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 る、すごくないですか、うんうん、がそういうもんですかあれって本当にあるのって、その日本で見ないじゃないですか見ないですね。日本のドラマでもその入ってバーンってめっちゃベロチューして、はいはい、もうまくし上げてみたいな、もう全部脱ぐみたいな、玄関でもうそうにまで行ってるみたいな動画多いから、ある、海外ってこれぐらい勢いスピーディーセックスなんですか。そなんか多分やっぱり最初の時の盛り上げを表現するのが分かりやすいっていうのと、あとその同意がある上で言ってるっていうのが違うと思います。日本ってもっと、まあ、一般的にですよ、一般的になんかこう、うん、女の子がなんか、うん、でもっていうのがやっぱり一個欲しいみたいな、うん、奥ゆかしさというか、そうそうそう、だからそこが描けないんだと思う。なるほどね。多分アメリカとかは最初めっちゃ好き、あなたのことすごい好きっていうのを出してると、うんうんうん、男性側も興奮するし、うん、俺も好き、私も好きみたいなのが、やっと玄関開いたみたいな、やっと再現みたいな、ゲートオープンの感じするんだよな、あれ、うん、そっか、じゃあもう最初から好意を示し合ってるってとこだいぶ違うのかもしれないですね。違うと思います、多分。なんかちょっとやっぱり嫌がってほしいみたいな、こう女性も嫌がっといた方がいいのかなみたいな、あー、その盛り上がる時の文化がちょっとあるから、はー、なるほど、なんかこう、あ、追わせなきゃみたいな盛り上がらせるためのノーってやつですね。のかな、だからそうなりづらいのかなっていう。あれはでも私ちょっと憧れるんですいやだからすごいいいなと思うんですよ。なんかもう壁ドンみたいな、そう、壁ドンみたいな、この襲う方じゃなくて、はい、あっちは気持ち悪いけどなんかその受け身取れてないから、あの洋画のバーンって、そうそうそう、それがもうダーンってなって、その幕仕上げになってわかる、始まってちゃっかるみたいな。で、言ったら女性側も必死になってベルト外す彼が勝手に待ってないでしょ。待ってない、あれがいい、カチ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 ね、そうそう、だからなんかそのそれこそその行為の途中も、うん、それ好き、それもっとしてとか、もっと早くとか、もっと優しく、うん、もっとゆっくりっていうのも、うん、
言いづらくなっちゃうんですよね。あ、なるほど。行為自体にすごい積極的だっていうことがスタートにあれば、恋の途中もなんかこう、こういうのが好きなんだよ、こういうことをもっとしてほしいんだよっていうのが示しやすくなるけど、最初はちょっとなとか言ってたら、結果ずっと応じるセックスになっちゃうから、相手任せになっちゃって、それでそう最後にいけたとか言われても、その自己流でやる人ほどその確認ありますもんね、その自分流でやった後の人の方が、そう、わかる。だからいけたか確認するんじゃなくて、途中がいいかを確認してこよう、うん、もっとこれどうこれどうっていうね、うん、お互いにこの感じ大丈夫、これ好きこれ嫌いみたいなのが、うん、だからなんかこう性的同意って、うん、そのするかどうかっていう OK、うん、×だけじゃなくて、うん、全ての行為に対してのコミュニケーションだから、うんうんうん、そのコミュニケーションが上手になればなるほど、うん、なんか気持ちよくなるんだろうなって、すごい、それが上手な人はセックス上手なのかなとかって思うんですよね。あ、そうですね。あ、でもすごい目から鱗かも。ステージ1で示すのが一番いい順序になるね、うん、うんうんうん、確かにそれやってほしいな、女性にも。そうですね、うん、女性から誘ってもいいわけですね。もちろんもちろん全然いっぱいいるしね。そしていっぱいいる。なんかそのあのジェンダーのことももちろんそうですけど、はい、やっぱこうバラエティとかで、バラエティじゃなくてもいろんな仕事の現場で、はい、仕事で感じた性教育の遅れって何かありました？仕事で感じた性教育、それこそ西田さんに指摘されるような、そのあまた出たって言われたみたいな。なんかでも取材受けてる時に女性誌だったんですけど、うんうん、はい、まあ、生理のことについていろいろ今そのフェムテック進んでますよねみたいな、はい、のでいろいろ意見聞きたいですって言って、レモンジェム3人で聞かせてくださいみたいな。で、私の事務所はその私と相方とマネージャー男性で、まあ、男2女1なんですよ。あ、はい、で、あえて多分その構図にしたかったみたいで、男性の意見を聞きたいですみたいな、生理に関して。はあ、はいはいはい。で、話してたんですけど、やっぱりすっごい怯えてたんですよ、その男性2人は。あ、うん、なんか言ったら地雷踏むんじゃないかとか、うんうん、なんか傷つけちゃやだなっていうのですごいビクビクしてるのを見て、うん、あ、なんかそもそも本当に知らないだけだなと思ってました。そうそう。男の子たちも結構かわいそうというか、うんうん、なんか最初からこう蓋されてたのに、今になってなんかちゃんと平等に考えられてますかみたいな突きつけるって、確かにすごくかわいそうだなって、なんか思ったんですよ。そうなんですよね、うん、そう、いや、だからそれはすごい本当にあの、うん、広くその、うん、女の子たちももちろんすごい苦しめられてる部分大きいけど、うんうん、結局男の子もだから女らしさ男らしさってどっちも苦しめてるんですよね、うん、そうですよね。男だから泣くなとかもそうだけど、うん、だから結果的にあの感情の話をする練習もなく世の中に出て、うんうん、自分が教わったように教えてたらパワハラだって怒られるみたいな。し、生理の話するとやっぱちょっとピリつくんですよね、現場。特にあの 3,40 代のおじさまスタッフとかが、うんうん、大丈夫かなみたいな、うんうん、なラジオの時かな、なんか現場でバッグの中身紹介しますみたいなので、荷物バーって出してる時に、私あのポーチに入れずにナプキン3枚ぐらい急ぎで入れてたやつがあって、うんうん、普通に当たり前のように出したんですよ、うんうん、あ、これナプキンですねとか言ったら、うん、あーみたいになってて、男性スタッフが大丈夫大丈夫みたいなそんな 生身で出さないでみたいな。生身じゃないから、これ使用済みじゃないから使用済みじゃないしでそれぐらいなんか免疫なかったみたいで面白い。それ見た時に思いました、なんかこっちが恵まれてるだけじゃんっていうのは。いや、私も前なんかこうロケ先で、うん、なんかこう小物入れを作るっていうロケだったんですよ、はい、でご想像の通り、はいはい、でわーって仕上がって、うん、じゃあちょうどいい感じできました、うん、じゃあこれ何に使いたいですかってディレクターさんに聞かれて、うん、これ生理用品とか置くのにちょうどよくないですかって言ったんですよ、うん、したらああ、あ、みたいになって教えてくれた講師の女性も、あ、本当ですね、私も思いましたって言って、うん、ね、そうですよね、トイレとかにポンと置いたら可愛さそうみたいなこと言ったら、うんうんうん、そこガスッごっそりカットされてなんダメなんだと、ね、生理用品を置く小物もダメなの、うん、と思って。確かに、まあ、もちろんちょっと何年も前ですけど、でも今言ってもどうかな、なんか汚い話じゃないじゃないですか、ないですね、トイレットペーパーを置く
ものにちょうどいいって言ったら使ってるわけじゃないですか。そうですね。だけど生理用品になると急にみんなやーみたいな、うん、だから多分そういうおじさまたちも見てる可能性があるっていうので。でも私ね、女性もだと思う。女性も同じように隠せ隠せって言われてきてるから、それをすごく汚いものと思ってる人が多いんだなっていう感覚、男性に限らず。そうか。でもなんかそういうのをね、指摘するのはすごい大事ですよね。うん、でも仕方ないなと思っちゃうというか、私たちより上の世代の人たちはそのタブーの中で育ってるから、それをいきなり完全に切り替えろって無茶だなと思うんで、なんかお互いにそこは譲り合わなきゃいけない気がしてますけどね。なんか性教育のこともっと広げにしろって言ったところで、向こうはやっぱ抵抗があるのは当たり前じゃないですか、上の世代は。そうですよね。そもそも自分たちも知らないから余計ですよね。はい、だからそこはなんかお互いの歩み寄り次第な感じがすごいしますけどね。なんかこう自分がそのいろいろちゃんと知っててよかったなって思うことって結構あります？知っててよかったなと思うこと、私当たり前のようにやってたけど、びっくりされたのが、例えばなんかこう男性女性いるような場で、男の子が女の子に対して彼氏いるのとか言った時に、もしこの子彼女いた時どうすんのとか。確かに彼氏はいないって言うけどね。そう、彼氏はいないって大丈夫で、なんかそういうヒヤッとする場面が結構あったりとかして。確かに、そっかそっか。そういう話するとき自然と私は恋人とか、まあそもそも避けたりとか、そういう話題を、とか好きな人とか、そう好きな人とか言い方ですよね。恋愛そもそもするタイプとか。ああ確かに、そういう話とかを自然としてたときに、なんかあ聞き方がなんか今っぽいねみたいな言われて、あ、今っぽいんだ。今っぽいなんか令和っぽいねみたいな。確かに、でも彼氏いんのって言ったら、聞き方古いねっていうことですよね。そうそうそう、なんかそれは思って、でもなんかその配慮ができてるってことだもんねって言われた時に、あ、確かになって、そのそもそもベースいろんな人がいるっていう教育が受けれたから、確かに自然とその言葉に変換できててよかったなっていう。なんか確かに知らないうちに誰か傷つけるってことが少ないですもんね。そうそうそう、それがすごい加害者になってることに気づかないのがかわいそうだなって思います、私も。あ、そうですよね。あの、何でもそのそうやってこう差別するのもそうですけど、差別する気持ち全くないじゃないですか、多分。だからそのさっきのバラエティでそれを指摘しないっていうのも、私それすごい大きくて、その言った人って悪気がないんですよね。そうですよね。あの、お前ちょっとこっちなんじゃないのとか、そういうのも言われたら育ってないけど、ね、そうそう、今はいないけど昔はそういうのあったじゃないですか。そういうのを言った人は本当に悪気なくて、そうやって育ってそれが普通だったから同じように笑いを、テンプレート通りに笑いをやったら、今はもう受け付けられなくなったっていうことなんですけど、その悪気がない人を責めたところで何もいいことないなと思って、やっぱ我々こっち側の人間を増やすには、その加害者を優しく教えてあげる誘導、優しく、おいでおいでおいでいや、ほんと大事な気がします、それ。そうですよね。そう、でもなんかやっぱ一回取材を受けた時に、30代女性の方たちからのお悩みみたいなのを扱うコーナーがあった時に、自分が加害者になってないか気になりますっていう声が多かったです、やっぱ。すごい。でも私ね、そう、それすごい大事だと思う。さっきもその生理の話で男性がすごいビクビクしながら喋るっていうのは、もちろんかわいそうだなって思うんですよ。かわいそうだなって思うけど、超いいことだなって思うんですよ。その喋る時にビクビクしながら喋るってことは、誰かを傷つけるかもしれなくて、傷つけたくないっていう優しさがあるからビクビク喋るんであって、もうそんなもううるせえな、もう喋りづれえわって言ってるのは危険。そんなあなたは危険。そっち派の人もいますもんね。そう、ビクビクしてどう喋ったらいいかわかんないが悩みの人は、多分大丈夫。大丈夫か。そう。間違えたとて、誰かが教えてくれる優しさがなくてもあるから。ね、けど、もうコンプラとかなんだよって言ってる人たちは、いるな、ちょっと気をつけないとね。ってすごい思うな。結構芸人も多いかもしれないですね。そうですね。その、ややこしいわで跳ねのけるのめっちゃ簡単だし、すぐ笑いにできるから。そうなんですよ。みんなそっちの手法を取りがちだよね。そうなんですよね。また言うとるわこいつみたいな。そう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 社会活動家やみたいな。めんどくさいわ、もうシェリーのめんどくさいとこ出てる
それで片付けるのめっちゃ簡単だし、うん、そのまで1個突っ込んで清算してやったってなるから、うん、向こうはそうですね、うん、成立させた成立させたし、うん、ややこしい話今カットできたよねみたいな、あーそう場は結構多いかもしれないですね。ありますね、まだまだね、うん、それこそフェミニストっていうワードで突っ込めば処理できるみたいな、うん、流れもあるし、そうですよね、うん、悪口みたいに言うのやめてほしいですよね、あのね本来ねもうなっちゃってますもんね今ね、バラエティだと。そうですね、うん、いや面白い、私ごめんなさい、なんか結局個人的に聞きたいこととか普通に聞いちゃって仕事の話とかも恋の話とか、はい、ぜひまた来てもらえますか、はい、もちろんです。本当ですか、なんか、はい、あのすごい楽しかったですよかった、あのハリーさんとラブホ行ってたじゃないですか、はい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 、ああいうロケもぜひやらせてやりましょうよ、行きましょう行きましょうよ、はい、行きたいなと思って見てました。あ嬉しい、うん、どこ行きたいですか、どこ行きたい、どこ行きたい、うん、わあ何だろう、今後いっぱい考えてるんですよ、産婦人科とか、あと何だっけ今上がってんのロケって、ああのドン・キホーテのカーテンの向こうとか、あリガードンキ V ですよ渋谷の、あへえ、そのチンチンにつけるリングみたいなのが5種類ぐらい置いてあったりして、イロハもあるし、そう結構ちゃんとね綺麗に飾られてますよね。そう昔と違って、昔と違ってその綺麗ものからゲスト、うんうん、のマネージャー全部あってそうそうそう、口まで出るだろうってぐらいアナルビーズのやつとか。たりとか、うん、かわいいその色が置いてあったり、はいはい、ピンキリ感がすごい、すごいですよね、うん、ああいうのもちょっとじゃあ、アダルトショップとか行きましょうよ一緒にじゃあ次回はロケでね、はい、やってもいいですね、お願いします、ぜひよろしくお願いしますぜひぜひということで、さやさんもねあの YouTube やられてるんですよね。あそうです、ララチューンというのがあるので、はい、そっちもぜひなんか西田にいろいろ叩き込むやつもやってください。いいんですかぜひぜひお願いします、呼んでください、はい、ということで今回のゲストはさやさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます嬉しい、来てもらえて、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、面白かった。